皆さんこんにちは。こんにちは。ドラゴンボールコラボ2、はい、こちら、道中でですね、まれに帰ってきたベジータが幻獣枠で現れます。階級に挑もうと思うのですが、今回私ベジットをリーダーにしつつ、サブを水で染めてみました。どうなりますかね。ちなみに、先日ですね、村井さんが太ってきて顔がパンパンで、この YouTube の動画の画面に占める村井さんの顔面積があまりにもでかすぎて、はい、ゲームに集中できませんというコメントをいただきましたので、実はカメラをぐっと押し下げてみました。距離が、ただ私はもともと非常に顔がでかい人間でして、アップバンクストア店舗の方行っていただければですね、店頭に私の等身大の人形が、カーネル・サンダースみたいな人形が置いてあるんですけれども、あれ実際に見てみてください。身長の低さ、足の短さ、顔のでかさ、もろもろですね、あれ等身大です。再現されてますか。初めて見た時、はい、嘘つけと、はい、これちょっとデフォルメされてるだろうって、うん、おかしい、こんなわけないって思って横に並んだら全く一緒顔の大きさとか足の短さとか、あれは超ビビった。でも進んで記念撮影してくださいって書いてありますね。皆様どうぞ記念撮影ください。アップバンクストア、関東、あと大阪ございます。よろしくお願いいたします。階級に参ります。お待たせいたしました。ドラゴンボールコラボ1の動画、昨日の動画では完全にドラゴンボールドラゴンボールしたパーティー編成で行ったんですけれども、はい、今回水攻め水染めで悟空悟空で挟みつつ、バータさん本当に優秀なモンスターです。このマハキックはドロリフです。今回毒を作ってくるモンスターもいるので入れました。で、ブリを入れてみました。ブリ水ドロップですか。はい。で回復力足りないんで、はい、イシスと、ラクシュ、こんな構成でいきます。あ、でも可愛らしいな。ねえ、可愛いパーティーだよね。変わった編成ですね。本当に悟空が率いる非常にこの素晴らしい見た目を誇るパーティー編成。これで全色あるの。全色あります。挑戦。ベジットが副属性が闇になったことで幅が広がりましたね、はいはい、パーティー編成のね。ここでスキルを貯めたりもできるのですが、はい、貯めますか。貯めよっか、うん、6800、うん、ここで1回、はい、怖いよし、はい、削ると1万ぐらい。もういっそのこと倒して、回復力はこんなもんか。回復2コンボでこれぐらいか。わお、うわ、わお、いきます。操作時間延長はそんなについておりません、こちらのパーティー。あれ、これやばくない。回復したい、回復したい。セーフ、よし。ふう、意外に回復力がやっべ。ちなみに操作時間延長がベジット1、はい、ラクシミ1だから操作時間延長2、うん、いきます。はい、あら、まあ、倍率かかった。ラッキー。あ、意外とこいつ強い。参ります。90万、いくぞ。4個消し。ベジットが 2way2 つ持ちです。あー、これいった。で次が火がないね。でも水止めだからな、このパーティー。水止めで木だったからここは意外と辛かったかもね。これですよ、村井さんの嫌いな。まあでも盤面もあれだからな。まあハキックだな。こいつが HP100 万ですね。はい、ドロドロなんかダーダーしてるとまた毒ドロップ変換されたりするんで、一気にできれば倒しきりたいところですが、マッハキック。この次のバビディがな、結構弱いんだよね。いきます。マイル、はい、うん、あ、回復やばい、これ。いや、残ると、残ると。残るとやばいの、これ。おぉ、
ギリ危ねギリ。色は足んねえな。足りてるけどもうちょっと色欲しいな。参ります。倒しきりますよねこれ。倒しきります。はいはい。意外と危なかったこれ。セーフ。よし。うん、怖いね。バッ、バイヤー。バイヤー。いきます。はい。ナイスコンボ。ナイスコンボ。で次がこんな感じか。うん、ここは一撃でしょう。これが一撃じゃなかったらやばいよ、ね、やばい。ここからが本番、うん、行きます。参ります。ここから、はい、さあいかが。水でどんだけいく。あ、いいよ。どれくらい。ここは一撃。98万の一撃。したら次が120万。ここあと属性がね、光と闇。参ります。ハートもったいなかったか。おらー、さらに1秒減らされるか。きついな。いきます。どうですか。 OK。この子が160。もう攻撃していいか。 75% か。攻撃2倍。はぁ、18000。意外と HP 少ねえなこのパーティー。とりあえず半分削ろうか。はい、参ります。ここからいきます。水にコンボあるか。いきます、はい、しっかやっば。斜めが決まんなかった。わお、水煮コンボだな。来たね。目覚めさせてしまったね。水煮コンボ。いきます。ここから前。うん、ごめん。やっぱパズルが、パズルがやばい。短くなってる。オッケー。いい具合にこうあれですね、あの AI に対していい感じのプレイをできてますね。ですね、はい、パズルが短くなってんだな、うん、今操作時間が短くなってんだか、はい、あと2ターンありますね。あと2ターンある。 あと2ターン、その操作時間が短いっていう、はい、ハート消しすぎた。もったいないかな。うん、うぅ、この次ってブー。ああ最後。ああイシス使っとこう。先手打ってバインドってくるっけ。次はバインドはない。クッケー、ほんの気持ち回復。1500。やべえな。
闇が水、木が回復。闇が水、木が回復。あ、なるほど。今回復するってことですか。うん、なんか次のブーに行って、水を増やす。ブーが火の時に水を増やして攻撃をするっていうの方がなんか使い道として有用な。そうだよね。気持ちはある。そうだよね。もしくはこの瞬間にバータで回復振ってこい、はいはい、回復するもありかもね、はいはいはい、まあキック信じる。とりあえず水が1コンボでもあれば倒せると思うからな、うん、まあキックするか。あ、マハキックハード来い、行きましょう。水1とハートマハキックさ。おっ、まあいいでしょう。倒しきれますかね。気を取っとくか。いきます。はい、よし、悪くない。さあ、ブー行こう。はい、うん、知ってた。どっちにしろ結構回復いずれにする必要なシチュエーションで、闇が水で木が回復だと。闇が水になり木が回復になると、色決められますか。火と光と水と火と4色決められる、決められる。でこのチームはスキル封印は対応してないですよね。してない。だから 75% 以下にするとスキル使用不能がきますんで、それの上のベジット、よし、いけるとこまで。きっときっと。ジンみたいになってる。で、カメアムもいきます。カメアム指定色も決められてる。水3コンボ、指定色決め、はい、ハートも決めたい。全力で回復をしたい。左上の火かな、うん、左上の火だろうね、これは。 で、ね、で、降りて、水ハートかな。水ハートで、ぐっと行って こう、は、み、で、こう行って、こう行って、こう、その3コンボが見えねえなぁ、うん、3コンボ取り切る時間がないなぁ、うん、こういくでしょ、こういってこういく、こっちをこういってこっちを回したこういくこういく、皆さんちょっと考える時間ください。火でこういくこういく、はい、あ、難しいですね。むずい、むずいね。でもいける気がする。行っていい？やってみていい？行きます、行きます。はい、はい、お願いします。行きます。ここから。はい。参ります。はい。
やっべえ、火が すまん、完全に私のミスだ私のミスだ。ここまで来たらでも開き直れるわ。そうですね、うん、もう回復いきます。はい、ほう、ラクシーですね。キューマの光、スキルフィン来るもんな。はい、カメハメハ、前職、あ、前職あるね。ね、ちょっとハートがないですけど。うん。はい。来てる。あー、来た。さらに乗った。いかが？水の1コンボも乗ったからな。おお、倒したわあ、人事を尽くして天命を、はい、まあその前のパズルミスがね、私の中では本当に悔やまれる。あの、キトキトの後です、前です、キトキトの後です、はい、右の盤面でハートと水をですね、こう組んだ上で火で落としのつもりだったんですけど、 あそこがハートが L 字だっけな、なっちゃってて、うん、落とせなかったんですよ。あそこは本当にあの私のパズルミスで、ただこっち側左盤面に関しては私のイメージ通り組めたんですけど、うん、左盤面のパズルはですね、あのイメージ通りでした。ただ右盤面がちょっと残りの時間とかでもろもろで、ただ最後結局落ち込んでちょっと勝つという結果になってしまったんですが、いやーほっとした。いやでもなんか水攻めだったんでね、ブーの前半の時にバーって攻撃できたらよかったですね。あとはラクシミのキューマの光が効いたね。 ありました。あれがかなり精神安定剤になったね。はいはいはい、わかります。ラクシミのスキルは、確か23ターンかな、キューマの光。あ、結構長いんですよ、うん、たまる気がしないんですよ普段だったら、うん、で私もこんな長丁場のパズルにもなると思ってなかったし、あれです、ブーブーチョコの、スキルレベル上げですね。あのブーは、ブーチョコはすいません、なんかお見苦しいところも見せましたが、以上でございます。ドラゴンボールコラボ2でございました。さよなら。やなあ、どうもそりゃいいえ、いいえほなほな、ほな別のことを飲み込んでるホクホクしたやるわそうダメだよこのダメだよこのまだ聞きたくない、私はその答えなんだかやたらとつまんない、同じ毎日同じ顔、立派になんかなりたくないけど、でも勇気は皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みではない方はぜひとも、概要欄のリンクから登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではコスケとかバイヤーとか高橋くんとか、いろんなチャンネルがあるので、ぜひとも全てご覧くださいませ。はい、それではまた他の動画もご視聴ください。さよなら。なんかダンサーを乗り上げてしまった